こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。ナナインターナショナルです。今回はですね、ダブルタップスのアイテムを紹介させていただきます。ちょっと古めのアイテムなんかもありますので、ぜひご覧いただければと思います。それではですね、まずこちらですね、2020年 AW にリリースされました、ミルシリーズの M65 になります。ダブルタップスが定期的にリリースされている、ほんとシンプルな、ミリタリーのディテールにこだわり抜いたミルシリーズのアイテムとなっております。でこちら M65 になるんですけれども、まあ、こっち立ち襟でフロントに4つのポケットがついたオーセンティックなスタイルの M65 になりますね。で本当ロゴなどは一切なくてですね、本当首元にこちらのタグのみになりますね。で本体自体はですね、コットンとナイロン混紡のサテン生地ですね。結構硬くゴワつきのある張りのあるしっかりとした生地を使用しております。でシルエットもややゆとりのある大きめのシルエットになりますね。そして、襟の中ですね、こちらにはしっかりとフードが収納されております。表地とですね、裏地の、2枚構造で、ちょっとあの今の季節とかですと防寒性どうなんだろうって思うかもしれないんですけど、やはり表地が厚くて硬い分ですね、結構風を通さない防寒性には優れてるアイテムかなと思います。なので冬の今の季節のアウターとしても十分活躍してくれるアウターになりますね。そしてお次がですね、こちらですね、2017年 AW にリリースされました A1 ジャケットとなっております。こちらですね、表地は先ほどの M65 と同じようにですね、コットンとナイロン混紡のサテン生地を使用しているんですけれども、こちらはどちらかというとちょっと横にスラブ調の模様が入る、ほんとミリタリークロス的な雰囲気の生地を、ちょっと柔らかめの、先ほど M65 よりは若干柔らかめの生地を使用しておりますね。でフロントにはブランドロゴとサイズスペックのインシグニアのパッチが施されておりまして、左胸にはポケットですね。で腹部にもハンドポケットが完備されております。そして内側がですね、リップストップナイロンのひょうたんキルティングの、ポリエステルの綿が薄く入ったひょうたんキルティングのライナーとなっておりまして、かなり、防寒保温性に優れたアウターとなっております。そしてお次がですね、ちょっと古めのアイテムになるんですけれども、こちらですね、2009年 AW にリリースされました、フィールドコートブラックウォッチになりますね。シングルタイプの P コートになるんですけれども、本体自体は厚手のメルトンの生地を使用しております。で胸のラインで切り替えが施されておりますね。で縦にこちらも切り替えが施されて、ポケットが配置されております。そして裏地がですね、ポリエステルの
滑りの良い光沢のある生地が貼られております。でドット模様ですね、見えますかね、69という、あ、シーズンで使用されてたモチーフですねが織り込まれたウヤジを使用しております。結構こういったボタンにも怒りの刻印が施された当時ならではのディテールですねが盛り込まれた懐かしのピーコートになります。サイズ的にはですね、現行のものと比べたらやはりタイトなシルエットになってはおりますが、結構デザイン的には非常にシンプルなコートになりますので、まあ、時代問わずご着用いただけるアイテムかなと思います。そしてお次がですね、パンツになりますね、ボトムス、こちらがですね2020年 AW にリリースされました、タックですね、フロントに2タックが施されたワイドシルエットのパンツになります。本体自体はですね、結構中二括ぐらいですかね、ミリタリーフランネルを使用しておりまして、若干ちょっと肝だったような質感の生地ですね、コットン生地を使用しております。やはりタック部分、こちらウエスト、ヒップ周りですね、こちらがこの幅が非常にゆとりのあるシルエットになっておりまして、やや裾に向かってテーパードを施したシルエットとなっております。そしてお次がですね、こちらも、まあ、ちょっと古いアイテムになりまして、2012年ですねにリリースされました、タイメックスとのコラボレーションウォッチになります。結構タイメックス独特のシンプルなウォッチになるんですけれども、ベルト部分は OD カラーのナイロンになっております。この6の文字盤も上にダブルタップスのロゴが載っております。非常にシンプルな時計になりますので、ダブルタップスのミリタリー的なスタイルにもすごくマッチするアイテムかなと思います。他にもですね、今期リリースされてますキントーとのコラボのステンレスボトルですね、あと定番のクロスボーンのバンダナなども入荷しております。はい、それではですね、ウェブの方にも今回ご紹介させていただいたアイテム、載っておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。それと当店、買い取りも行っております。人気の、ダブルタップスのアイテムなども、高価買い取りさせていただきますので、ぜひお持ちのアイテムで、もう着ないなというようなアイテムがございましたら、お気軽にお電話、メールにてお問い合わせいただければと思います。それでは本日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。